9月16日、目黒区にある駒場体育館で、いきいき元気祭りが開かれました。これは普段、駒場体育館で行われている様々な教室プログラムをダイジェストで体験できるイベントです。この日は健康増進や体力、集中力アップなどを目的とした3つの体験講座が用意されました。初めてヨガと題された講座では、膝や股関節などを柔らかくする動きから始まり、猫の伸びのポーズや立ち木のポーズなどを中心に心地よく体を動かしました。結構血流も良くなってくるんで、すごくいいと思いますね、はい、うっとりして眠くなるんです。リラックスしてできるんですよ。もう最高です。また気持ちもリフレッシュできると思うので、ぜひやったことない方も経験していただけると嬉しいです。入門太極拳では、相手を引き寄せて攻撃するような動きなど、中国武術をイメージした8つの基本動作が行われました。最後のスローエアロビックでは、曲に合わせて胸を開いたり体をひねる動きなどが取り入れられ、どの講座も心地よさそうに体を動かす参加者の姿が見られました。非常に楽しく終わりました。いいですよ。健康診断の数値良くなりました。長く続けていきたいなと思ってます。スローエアロビック楽しいですよ。皆さんも一緒にやりましょう。